はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ダンジョンマスターやっていきましょう。ちょっとね、前回あたりからカンニングしだして、やっといけるのが分かりましたね。あ、なんか書いてあるね、そういや。で、シャコシャコ言うんで、謎かけの間。あ、向こうにも何かあったね。あ、なんかいっぱい書いてるわ。ちょっとしたお昼間ですね。で、ヘダチェさんは早く、いや、教えていただいた話では、ヘダチェさん、最高の魔法使いみたいな感じですね。まあ、通りで、あれが多いと思いますよ、マナがね。ですので、これをちゃんと育てないと、本当におっしゃられた通り、骨担いで走ることになりますね、パパさんがね。じゃあ、やってみましょう。我は無なり、我は善なり、我は無なり。曲調結構好きなんですよね、このゲームね。本当今のシステムでやり直してくんないかなと思うんですけど、太陽のごとく黄金色に丸く輝く。あ、これ金貨だな。まあもうね、会社がないんでしたっけ、ウィキで調べたらね。ああ、何か謎を解かないと。あ、なんかうっすら片隅にあるのは、謎を解いたら隠し部屋が開いて、そこに敵が、このシャコシャコいうスケルトみたいなのがいて、それをやっつけたら進むって気がするんだけど。背のない体、弓なりにさらす。ああ、弓持ってこいっていうのか、まさか。あ、これなんか置いていけって意味だ、これ。弓取りに帰らないといけない。固く青く、そして瞳のごとく輝く。おお、ここで役に立つわ。今、ヘダチェさんじゃなくて、ちょっと待ってね、頭の中がパニックになってますよね。そうだ、こうだ、こうだね。あ、ちょっと待ってね、これね、私ね、これでいいのかな？あ、リーダーなんだよね、これはね。まあ、行動を実際する人ですよね。あらら。そうか、ここでいっぱい。いや、違う違う。これ、ヘダチェさんだ。パパさんいないと。ああ、ここで。捨てなくてよかった。あ、勝ちって言った。これ多分、あれしてなかったら勝ちって言わないんだよね。さあ、弓を取ってこないといけない。私、弓拾ってないんだよね、これね。ちょっとこれが金貨かな？あ、我は善なり。我は無なり。なんだろう？これがわかんないな。我は善なり、我は無なり。まさか、カラフラスコ？あ、カチッって言わない。違ったみたいですね。なんだろう。まあ、とりあえずいいですわ。とりあえずは、弓どこ置いたかな？これがあれでしょう。ああ、よかった。金貨が使えて。これ多分、まあ、妖芸だからあれだよね。おそらく、アイテムは全部使い切らなくてもいいっていう、オープンワールド系のね、よくあるやつだと思うんですけど、これが弓だわ。でね、ここ、落とし穴あるんですよね、上からの、落ちてくる。ということは、上に出ることができる。なんか私、とんでもないもん見つけちゃった。何これ、すり抜ける壁があるんですね、ここ。いいのかい、そんなの。 ここすり抜けれるみたいですよ。違うの？違うのね。条件によるのかな。単ない。我は無なり、我は善なりってなんだ。あ、我は善なり、善であり、なしである。フラスコしか思い浮かばなかったんだけど、中に空になるんでね。なんかある？全全てであり、全て
すべてこの笛かい？いや違うね。あ、この恐怖の角笛ってあれだね。あ、痛い。恐怖の角笛って、あ、やっぱ鳴らすんだわこれ。あ、やってたね。鳴らしてた私。でどうなのっていうね。恐怖っていうぐらいから敵が逃げるのかな。あ、これはいつまでも持ってても仕方がないと思うんだけど、あ、まあ 0.8 だから行っちゃいいのかな。あとなんだろう。あ、水袋もう一個持ってんじゃない私。我はうなり、我は善なり、我はうなり。これわかんないな。まあとりあえず弓探しに行きましょう。ごめんなさい、また戻る羽目になりました。ただ弓触ってないんですけど、どこに弓置いてんだろう。いやー、弓置いてるとこがわからない。でも多分ね、弓はねこのフロアじゃなかったかな。弓がどこにあるのかどうかまではね、ごめんなさい、あの私の見させていただいてる地図はわかんないんですよ。ああ、違うか。いやいや、ごめんなさい。あの私はね今あの見てる地図、見させていただいてる地図はね載ってないんですよ。これ上だよね。上に行く必要はまだないと踏んでるんで、こっちちょっと行っていきましょうか。どこだっただろう。これこのパートこれで終わるね。これフラスコだね。ムナリ、ゼンナリ。フラスコ、カカラッパだったりって思ったんだけど、でも、フラスコは入れてからって全てじゃないよね。どこなんだろう。ちょっとごめんなさいね。あ、ヘルス362に対し、ヘダチさん、あ、まだまだヘダチさん弱いね。あ、まだまだだわ。まだまだ育てないといけませんね。あったったった。どっちから行く？いや、このフロアではなかったかな。あ、これ、回転するとこだね。このフロアではなかったかな、弓。一本しかないよね、まだね。行き止まりだ。今私はどこいるんだろう。もうそれすら分かんなくなってました。あ、ここか。でちょっと待ってね、これ右入れんの？入ったかな。もう、あ、入ってない。これ爆弾だね。まさかここに敵がいたりしてね。電爆弾。ほい。おお、いっぱいある。あ、毒だね、これね。毒だね。ということは、あら、食っちゃうか。これ投げれんだよね、きっとね、電爆弾。そっか、私リーダーになったから、リーダーになったからか。あ、置けないか、弁爆弾。弁爆弾置けないか。もう一回んだけどね。それほどすごい威力があるとは思えないんだけど。食っちゃおうか。どうしてもね、貧乏症なんてね、湧いて手の入る。あら、これ二十字架けだ。これここもう一個あるみたいですよ。嘘でした。ここかな。あれ、ここ、あー入れた。あー、いたわ。ね、じゃあ一発殴っておきましょう。切り払いましょうかね。お、結構痛い。投げちゃえ。
ちゃいに思ったより刺しましょう。で、どうしましょうかね。ちょっと変えましょうか。まあ、ほんとないちゃえ。よいしょ。あ、宝箱ある。あ、経験なしでダメだった。はい、唱えちゃえ。これ、もう一発、あ、有毒食らっちゃってる。もう一発投げちゃおう。よし、追い込んでいっちゃえ。あ、しまった。いや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 、痛い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 。投げちゃえ。あ、今度なんか結構、あ、もうやっつけちゃった。で、毒食らってから、私自分でと、あ、いや、あ、自分でと、あ、いやいやいや、違うね。平地さんが唱えましょう。こうの子だね。覚えてるもんだね、1週間経ったけど。で、よいしょ。あら？あ、パパさん、なったね。平立さんは毒じゃないんだね。あ、毒、あ、成長してるわ、平立さん。目が青くなってたね。さあ、どん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 唱えていきましょう。使わないとね、成長しないんで。よいしょ、平立さんの。これ、ほんと、マウスだね。マウスでやるゲームだね。で、私がちょっと回復止めてあげましょう。ああ、そうだ、こっちね、大磁石持ってるもんですから。あ、でも荷物が減るのはいいことですね。よいしょ。はい、平地さん。あ、違う、私が成長したんだ、これ。そうだね、じゃあ寝ましょうか。いやー、ごめんなさい。このパートはね、弓探すので終わると思います。次回、あ、そうだ、次回多分ライブになるのかな。いやー、そうなるとなるべく今回で探しときたいね。今回3日目までやっちゃいましょうか。ちょっと長丁場になると思うんですけど、3日目までいっちゃいましょう。じゃあね、あ、違う、何ぼっとしてんだい。最近こういうこと多いんですよね。まあまあ前から言ってますけどね。よいしょ、弁爆弾に切り替えて。ほんとね、もう私絶対ボケるね。さあ、箱を見てみましょう。お、さすがに重いよ、これ。枝地さん持てる？重いんじゃない？箱自体も重いのかな？そう思っていいのかなと。大便秘薬もう飲んじゃう、これ。で、これいらないよね。あ、でも一応も持てないかな。これは私が持ちましょうか。で、フル爆弾、これも私が持ちましょうか。私次これでいこっか。で、あなた弁爆弾いきましょうか。そうですね、こんな感じかな。これ左手に剣持てるかな。あ、持てるね。うん、微妙だけど、この箱はもういらないか、置いときましょう。あ、でも投げた後すぐ持ち替えができるから、それでいいよね。あ、でもやっぱフラスコは持ってた方がいいんだよね。フラスコは持ってた方がいいから、こうしましょうか。さあ、どこまで行きましょう。まさかこんなね、こんな隠しツールがあるなんて、全然わかんないわ。二人とももう、薬投げる準備しますから。一緒にね、私、弓矢が、
弓矢が入るんじゃないの、いや弓が入るんじゃないのとちょっとぬか喜びしちゃったんですけど、これはもうこっから帰るしかないですね。あ、それであれ、あれ言ってたんだね、ブン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 言ってたんだね。これはここではないよね。あら、ああ、回転するんだ。忘れてました、回転するんでしたね。なんであんなところに回転を置いてんだろうね。これは何もなしです。ここは何もなしですね。あ、そのままでよかったんだ。で、ここ来て、これも何もないよね。ああ、弓を探す旅になるとはね、思わなかったですね。よいしょ。で、で、こうだね。で、あ、はあ。お、お、ちょっと待って びっくりした。ごめんなさい。今、Google Play が鳴ったよ。忘れたようになっちゃった。ごめんなさい。Google Play Music がちょっと鳴っちゃいましたね。短かったんで、著作権侵害にはならないと思うんですけどね。で、ああ、しまった。切り下ろしましょう。あ、ちょっとお互い忍者装備でいきましょうか。素早いんだよ。うわうわ、何してんの？よいしょ。刺すね。忍者装備、ああ、そう、素早いな、これ。忍者装備だと。たんまりいるね。ちょっと魔法唱えたいよね。よいしょ、ファイアボール行きましょうか。一発殴っておいていきましょう。はいっと。あれ、あ、私が唱えちゃった。よいしょ、ファイアボールね。さあ、じゃあちょっと装備変えましょうか、せっかくなんで。私は斧に切り替えて、斧に切り替えて、エダチェさんはこれに切り替えてと。ああ、逃げてる。逃がさないわよと。もう倒せたね。こう逃げていくんですよね。ああ、いや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 。びっくりしちゃった。いきなりスマホが鳴っちゃったね。さっき、ついさっきまでね、さっきというか、いや、だいぶ前ですよ。だいぶ前まで曲聴いてたんですけど、曲聴きながらちょっとね、作業してたんですけど、まさか急にまた鳴り出すとは思いませんでしたね。お、強いね、やっぱり。あ、日立さん、戦士レベル上がってよかった。あ、倒した？あ、倒したんだね。よかった。倒したんだねと。エダチさん、あ、エダチさんはね、フラスコ3つ持っときましょう。よいしょ。で、中毒出てるんで、よいしょっと。あ、違うね。よいしょ、よいしょ。これは YouTube 先生もさすがに怒らないでしょう。Google さんのアプリなんでね、なったのが。Google さんのね、アプリなんで、YouTube 先生も、今 Google さんなんでね、怒ったらおかしいよね。不具合なんだから、あんたんとこのアプリのね、そういう感じなんだから。ああ、自分は経験不足ですか。はい、これでどうです？ああ、これも経験不足か。これどうです？これではいけんだね。あ、上がったね。で、私は、あ、毒だね。私、ちょっと自分で回復しておきましょう。こうの、こうで、解毒。はい？あ、これ、平立さんでした。ごめんなさい。またやっちゃったね。これが慣れないんですよね。
じゃあ私は、いやいや、それじゃなくてね、これどうも、どうも先行入力がね、すごく、なんでしょう、先行入力だね。やっぱり操作ね、久しぶりにやりましたけど、操作が慣れませんねっていうような話を聞いたら、本当慣れないですよね、これね。てか、なんか変に指が動いてるんでね、指が中途半端に動いてるもんで、指が突っ走っちゃって頭まで回んないみたいなね、頭がついていけないような感じなんですけど、おっと、これは下ると、下る意味がないんだよね、どうせ下で合流できちゃうんですよね。はい？いや、これ普通に降りるところだよね。だから、これは、いいのか。これ落とし穴のとこか。落とし穴がなから帰ってくる道か。そうだよね、ここ、結局なんもないんだよね。弓ないかい。ウッドシールドね。これお嬢ちゃんにも出してもいいんだけどね。ちょっと私ね、盾持つとね、盾持って、オペレーションできないんですよね。ダメだよ。よくよく考えたら、寝ないとダメだ。一応、このすぐ逃げれる場所に寝ましょうか。まあ、最悪私いるからね。いやいや、違うんだよ、それ。最悪パパさんいるんで、なんとかなると思うんですけど。そうだね。あまりに行き過ぎちゃうと、連続で上げちゃおっか。弓取れるまでよ、ずーっともうガッツンガッツンやっちゃいましょうか。どんぐらいかかるんだろう。ライブの時に弓探しなんかしねえ、すると、すでに行ったとこなんでね、非常に申し訳ないんで。弓はないよね。ここか。ちょっと待ってね。カンニングさせてください。これは、さっき降りてきたとこなんじゃない？でもないね。あれがないから違うんだね。置いたりするものがないから。ここに降りてきてんのか。ここまた隠し扉ある。隠し扉、隠し壁がある。ここじゃないのね。入っていたとこか。で、これ降りてきたとこ。何これ。ここにまず1点入れます。チーズいただきます。で、これまた飛躍かい？大便飛躍。入った。飲んどきましょうか。これフラスコはね、ずっと残っちゃうんですよね。で、これで出てきて、でね、ちょっとびっくりしたんですが、あら、びっくりしたんですが、ここ通れるみたいです。条件か。条件によるんだね。何の条件だろう。これも押してもね、これが気になるんだ。これは、まあ、あれか。これは違うんだね。で、そうだね。とりあえず見つかるまで今日バンバン上げちゃおう。ですんで、当時これは明日の朝8時に流そうと思ったんですけど、多分土曜日の、もうアップ、撮り終えたらすぐ
上げるような感じにしたいと思います。私どここれどこかわかんない。あら どこかわかんないとこまで来ちゃいましたよ。これ多分上の方は来てんのかな。スクリーマーがいたからね。ああ、ここか。ちょっとお待ちください。ああ、ここだね。ああ、ここか。ここに弓矢はなかった。弓はなかったね。弓はなかったので、どうしよう。まあ、とりあえず、ぐるっちょぐるっちょ回りましょうか。なんかね、弓はね、ちょっとなんか、入ったところに置いたような気がする。入ったっていうか、ちょっとした広間のところにぽちょんと置いてたような気がするんですけどね。4畳半というか。また来た彼ら。さあ、どう行きましょうか。切り払いましょうか。で、突き刺しましょう。ああ、逃げた。あら？密かに平地さん、痛いね。あ、痛い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 。あ、でもだいぶマシになった。ああ、間違えちゃった。だいぶマシになったね。魔法使っちゃいましょうか。いや、違うよ。それ違うよ。ほら、違うよ。通り過ぎちゃうんだよね。はいと。よいしょ。じゃあ、唱えましょう。あーっと、大きくなっちゃったかな。痛いね。もう一発唱えちゃおう。魔法はマナがあればね、ガンガン唱えれるんでいいですよね。もう一発いくか。もう一発いけるでしょう。あ、いけないんだ。しまった。ヘタツさんそこそこ食らったね。よし。まあ、レイピアは回転が速いんでいいですよね。まあ、多分硬い敵にはダメなんですけど、このゲーム、硬い敵なんか出てきたかなっていうのがちょっとあるんですよね。よいしょ。敵のヒットパスすごいね。私魔法唱えてもいいんだけど、魔法唱えてとどめ刺しちゃうもんね、これね。いや、これ敵ほんと300ぐらいあるんじゃない？ヒットポイント。もういい加減お願い。まだかい？あ、いった、50。なかなか当たったね。さあ、じゃあまた。あらら。今のライトでしたっけ？なんかそうなんでしたよね。はい。よし、あ、そう、大便飛躍ってあれか。あれだね。なんて、あ、そうだ。ああ、ダメだダメだ。大便飛躍ってさっきから何回か拾って使ってたけど。あれ、ドン消しだったんだね。さあ、私は、これで、ちょっとヘダチさんが HP ないもんですから、寝てから使うべきなんでしょうけどね、ヘダチさんを本当に成長させるんだったら。よいしょ。で、寝ましょう。あ、じゃあね、とりあえず一度ここで終わりましょうか。これあと何パートぐらい取らないといけないんだろうか。あ、それか。もう、これ終わったら矢の前まで行っとこうかな。ということにしておきたいと思いますね。それじゃあ、
なんだっけ、あ、なんだっけじゃない。大丈夫ました。この辺で終わっておきたいと思います。ありがとうございました。